電車タイヤです。マッキアですね。この妖怪ウォッチワールドで、キリニャンを見つけました。ということで、さあ、レベル57なんで、勝てるかわかりませんね。さあ、どうでしょう。これでゲットできれば最高なんですが、まず勝てなそうですよね、57。よし、あ、でも結構入れますよ。よし、やるわ。ちょっと入れ替えますか。一回回復させます。はい、回復。結構回復したはずです、これで。よいしょ、入れ替えて、じゃあ次回復させますか。またよし、これでこれあげましょうか。そんなに回復しなそうですね、これは。よし。あ、でも取り付けませんでした。やばいです。あ、でも勝てるんじゃないですか、これ。え、待ってください、これって。あ、でも、一回回復させましょう、これは。危ないんで。はい、おー、倒しました。あと二人です。いや、これは倒せそうなんで、倒してください、お願いです。はい、はい、はい。あー、ミス。さあ、いけそうですかね。あ、やばいです。激ドラゴン入れ替えますか。じゃあ、回復。あれ、激ドラゴンが移動してます。あー、よかったです。移動してました。やばいです。あ、勝てますか、もしかしてこれ。まあ、でも、勝てそうです。一回入れ替えますか。吹雪姫がやられそうなんで。はい、必殺技、よし、倒しました、キリニャン。じゃあ激ドラゴンやばいんで入れ替えますか。いや、もう突っ込んでも勝てそうですか。入れ替えます。はい、必殺技、あ、これで倒せそうです。はい、キラキラ雪、あ、雪化粧。はい、勝ちました、イエーイ。いやー、57のに、あ、7なのに勝ってました。まあ、今日は、キリニャンと戦ってみたってことで。あー、でも、ゲットはできませんでした。それでは、ボーイボー。